こんばんは、のぶひめ TV へようこそ。突然ですが、皆さんは動物を飼っていますか？私は猫を飼っています。とっても可愛くて、見てて癒されますよね。でも、世の中には怖い動物がたくさんいるんです。今日は、実在する世界の恐ろしすぎる動物5選を紹介させていただきます。1つ目、ノブンチュラ。これはクモの一種です。体長は50センチメートルほどのクモで、オワリではペットとしてもよく飼われています。しかし、ひとたび起こるとその凶暴性ゆえに町一つを滅ぼしてしまうとか。噛まれるとノブウイルスにかかり、腹痛などに見舞われます。脚力はナメクジの500倍ほどあり、体は剣でできています。もし不幸にも噛まれてしまった場合、80年以内には死に至ると言われています。2つ目、ヒメバチ。これは蜂の一種です。日本から古くいる蜂の種類にスズメバチがいますが、ヒメバチはスズメバチよりもある意味恐ろしいかもしれません。ヒメバチはコロニーを形成し、自分たちの会社を作ります。またコロニーは芸能界もびっくりの縦社会です。上司の言うことは絶対、サービス残業なんて当たり前です。ノルマを達成できず過労死するヒメバチも現れますが、ヒメバチを統率するクイーンヒメバチは容赦ありません。ノルマを達成できなかったヒメバチには雑用を押し付け追い込みます。さらには営業損失を罰金として給料からさっ引き、最後にはサラ金へ飛ばします。ヒメバチの1日は朝6時に起き、23時に就業し、3時に就寝します。この生活を1週間のうち6日続けます。そうして耐えて生き残ったヒメバチは、その軍隊主義を引き継ぎ、クイーンヒメバチとなり、子会社を作り、ホールディングス経営をします。ヒメバチの生態、恐ろしいですね。3つ目、キラーノブマンティス。これはカマキリの一種です。キラーノブマンティスは体長90センチメートルほどのカマキリです。キラーノブマンティスの恐ろしさは腕についた鎌にあります。切れ味は抜群で、俺に切れないものはない、あるとすれば子供の夢だけだ、などと供述しており、その凶暴さが伺えます。キラーノブマンティスは一匹狼で、徒党を組み戦うことはありません。そして腕についた鎌は決して弱者に対して振るうことはありません。大切な仲間を守るときにのみ、その最強の鎌を使います。切れ味は豆腐を八つ裂きにするほどだそうです。戦いに疲れたキラーノブマンティスは仲間を守り、その生涯に幕を閉じます。以上、実在する世界の恐ろしすぎる動物5選でした。ためになったら、右下の赤いチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。